男性が頻繁に会いたくなってしまう女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが出ています。登録無料になっていますので合わせてご登録ください。男性がいつでも会いたい、頻繁に彼女と一緒にいたい、そう思ってしまう女性、こんな特徴があるんです。どんな特徴なのかという話、代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。男性女性それぞれね、恋愛に対する考え方、その捉え方、意味付け、価値観、みんな違う。その違いを埋めることによって恋愛関係をうまく作るための方法はこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、ぜひご都合合わせてねご参加いただきたいと思います。近々では大阪にお伺いする予定ですので、関西方面の方はねぜひこちらにお集まりいただくとして、今日は男性がこういう女性のところにはいつも行ってしまうよね、いつも彼女の顔を見たくなる、頻繁に会いたくなってしまう、そんな女性にはこんな特徴がある、その代表的なものをご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介させてあげる話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時をご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が頻繁に会いたい、そう思う女性の特徴、代表的なものを7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい。習慣になっていること、あなたと会うこと自体がね、習慣になっている、しかも頻繁に会うことが、彼の日常生活の中のルーティンに組み込まれているということ、男の人は習慣が大好きだというお話をねいつも差し上げています。基本的に今の生活パターンを変えていたくないんです。今の状態を維持したいんです。今の生活の中であなたと頻繁に会うということが当たり前のように、当然のように起こっていると、それがある日突然欠けました、欠けそうだとなると慌ててしまうんですよね。あ、ちょっとそれはいけないと、彼女と頻繁に会わないと俺の生活リズムは崩れてしまう。それは会社で毎回会うことなのか、もしくはね何かセミナー的なところで会うことなのか、サークル的なところで会うことなのか、その会い方というのはねいろんな形があると思います。とはいえね、頻繁に会っているよね、これが数ヶ月続いていますよね。ある日突然あなたがね、ちょっと私用事があったからもうそこ行けなくなりましたとかね、あなたと会うこと難しくなりましたって言われると、おいおいちょっと待ってくれと、そういうわけにもいかないから、とにかく会おうよ、とにかく毎回毎回今までと同じようにこの関係継続していこうよという気持ちにさえなってしまうと、いうことなので、ある程度ねこう彼と会う機会というものを、それはお付き合いしてるとかね、ご夫婦だとか、まだお友達関係だとか、その関係によってもいろいろ違うかもしれませんが、何かしらの形でね、理由をつけて、状況を整えてしまうと、そうすると会うのが彼の中ではね、それが喜びとか、それがなんか辛いとかしんどいとか、そういうこと関係なく、もう会うことそのもの自体が彼にとっての目的になっていくので、その習慣を維持するためにあなたと頻繁に会いたいという、それがね愛情表現なのかっていうとなんか微妙な感じもしますけど、ただ、頻繁に会いたいかどうかという基準でいくならば習慣化されている、その関係において彼はあなたに会いたくなるという、そんなお話でした。そして2番目はこちらです。はい、負担がないことなんですよね。あなたと会うことそのものに大きな負担が伴わない、基本的にはあなたと彼との関係が良好であって、彼があなたのことを好きであるという前提で申し上げるならば、彼はあなたと会いたいんですよね。ただとはいえね、一番目に言ったように、日常の習慣的な問題があったりとか、また忙しいとかね、また肉体的にしんどいなとか、また会うにあたってお金もかかったりするよねとか、いろんなこと考えるじゃないですか。それは交通費なのか食事代なのかね、デート代なのか分かんないけども、いろんな負担を考えた時に、会いたいけどこの負担を押してまで会うべきか、いや今日じゃなくてもそんなに負担かけなくても
来月だったらもうちょっとね余裕があるからその時会えるんじゃないかなとか、頻繁に会わなくても時々会えばまあ別にそれはそれでいいんじゃないかなとかね、まあいろいろ考えてしまうことがある。基本的にあなたのこと好きだとしてもですよ、だからこそ負担がない。だからあなたと彼が会う時に、まあ、時間的にね、そんなにかからない、つまり距離が近いところで会えるとか、まあ、もしくはそんなにお金がかかんないとか、そんなに体力使わないとか、まあ、いろいろね何をもって負担というかっていうのは人によって違うと思います。その負担がねあまりないよということを、まあ、あなたの方から彼に教えてあげる、またそういう環境を整えてあげるだけで基本的にはね好きだし基本的には会いたいんですよ。ただ負担の方が大きいというふうに感じてしまっているから会わなくなっているだけなので、その負担がないですよ、負担は軽いですよとことさえ分かれば、まあ、それは頻繁に会いたいですよねという話、まあだからねこんなお話差し上げました。もちろんね負担をすることによってそれがあなたに対する愛情の度合いだということも言えるんだけども、ただとはいえさ、まあその関係にもよるんだけど負担ばっかりだとちょっとしんどくなったりすることもあるよねということで、ここでご紹介差し上げた話ちょっと思い出していただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクもあるし、また関連する動画を他にミックスがご紹介差し上げているので、チャンネルをご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ負担がなければないで会いたいなというふうに思うようになるというそんなお話でした。さあそして3番目はこちらです。はい、答え合わせになるケースですよね。彼にとって感じている疑問疑念、それがあなたと会えば会うほど分かっていく、答えに近づくことができる。あなたのことが今まではよく分かんなかった、スモークガラスになっていてね向こう側はよく見えない、だけども会えば会うほどあなたと話をすればするほどそのスモークガラスがねどん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 透けて見えてくる、その向こう側にあるものがあこういうことだったんかということで、答えが分かってきましたよというふうになってくればくるほど、まあ男の人はね、まあ女の人もそうだと思いますが、どちらかというとこう自分の心の中にあったモヤモヤ感が解消していくので、やっぱり会いたいんですよね。だから彼があなたに対してね恋愛感情を抱いてます、そしてあなたはそれに応えるかどうかっていうのはまだはっきり言っていませんよ。私はあなたのこと本当に好きかどうか、それ知りたい、それまだ教えないみたいなことを言っておくじゃないですか。まあ、そうするとそれ知りたいからあなたと会うことによって、あちょっと気持ちこっち向いてきてくれるんかな、あなんか意外と俺のこと嫌いじゃなさそうだよな、でもまだよくわかんない、じゃあ次また会うかということで、その謎の答えを求めるためにあなたと頻繁に会いたくなっていくと、まあ、それはあなたの気持ちということだけではなくて、例えばあなたが本当はどんな人なのかとか、まあ、何かしらね、2人で取り組んでいる何か課題があってね、それをやりながらそれが解決に向かっているということでもいいかもしれません。はっきりとねこうあなたと会うことによって彼自身の心にあったモヤモヤ感が少しずつ解決していく、見えていなかったものが見えるようになっていく、それによってねあなたと会いたいんだ、あなたと会うことによって気持ちはどん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 軽くなっていく、だって謎だと思っていたもののね答えに近づいていくわけだから、あなたに会いたい、そんな衝動が生まれてくるというそんなお話でした。さあそして4番目はこちらです。はい、まあ、これはそのまんまですね、五感が満たされるとか、まあ、癒されるとか、あなたと一緒にいると感覚がねすごく落ち着く、一緒にいると癒される、それは体の問題なのか心の問題なのかわからない、まあ、もしくはちょっとね欠けていた何かっていうのがあなたと関わりをあなたとの関わりを通じてね満たされていく、力がみなぎっていく、そんなことを感じることができる。それは例えばあなたとね食べるご飯が死ぬほどうまいっていうことなのかもしれないし、あなたがねなんか彼の背中を踏んであげて、まあ、彼の疲れが取れるっていうことなのかもしれないし、まあ、もしくは、性的な関係を通じてね、彼の心が満たされる、もっともっとねこうあなたとの関わりを増やしていきたいなっていうふうに思うことなのかもわからない、人によってその満たされ感とかね癒され感っていうのは違うんだけども、ただあなたの立場からするとねやっぱり彼があなたと一緒にいることによって心が満たされたりとか癒されたりするような、まあ、環境とかそういう関係づくりっていうのを意識してあげていただくと、彼はそれだけでねあなたと頻繁に会いたくなる、それはあなたも同じように、だってねこの人と会っても疲れるばっかりだとか、むしろ心が削られるような思いばっかりするっていう人と会いたいかって言ったらそんなことないと思うんですよね。逆に彼と関わっていると心満たされるし癒される、五感全体がね、本当にこう今までと違う何かしらエネルギーをね充填されていってるような
感じがする。そういう人だったらまた会いたいなとか、頻繁に会いたいな、そう思うことありますよね。それはだから男性も女性も同じであると、まあ、特に性的な問題に関してはね、こういう動画でご紹介させていただいたんで、まあ彼の性的な感情、まあその欲望を満たすためにどうすればいいかみたいなお話はね、こういう話の中でもご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先出てますから、このあたりも参考にしていただければいいんだが、まあ性的な問題だけじゃなくてね、先ほど申し上げたように、なんか匂いを嗅いで癒される満たされるっていうことかもしれないし、まあ一緒にね食べるご飯がすっごいうまいとか、酒が本当にうまいと思えるような人とは一緒にいたいよねという、まあそういうお話です。さあ、そして5番目はこちらです。はい、これもねおなじみの話かもしれません。必要とされている実感なんですよね。あなたと会うことによって、なんかね、あんたは本当にいてくれるおかげで私本当に助かってるわとか、あんたの力ってね本当に役立っている、私にとってね本当にあなたの存在ってなきゃいけない存在なんだというふうに言われたりすると、あ、そうなんだ、あ、俺ここで役に立ってるわけね、彼女の力になれてるわけね。男の人はね、習慣が好きであるのと同時に群れが好きなんです。群れが好きということは、その群れの中で居場所を見つけておかないとどっか排除されてしまう、群れにいられなくなってしまうんです。だから男は常に群れの中で居場所を見つけている。その居場所というのは役割なんですよね。役割を与えてくれる人が好きなんです。そしてあなたがその役割を与えてあげる人になればいい。私にはあなたが必要ないよ、なぜならばあなたはこういうことをしてくれるから、私にはあなたの力によって、助けられていることがいっぱいあるんよ、そんなことを日々言ってあげる。そして実際に彼にお願いをして、彼に役立ってもらって、そしてあなたがそれで大喜びをすると、あ、なんか彼女役立、俺が役立ってるおかげであんだけね喜んでくれてるし、あんだけねなんか笑顔になってくれていると、俺の力って結構いけるんだよね、ちょっともうちょっと彼女の力になりたいな、彼女の役に立ちたいな、彼女ともうちょっと一緒にいたいな、会いたいなという気持ちになっていくので、ただこれがね単純になんか依存するだけみたいなね、とにかく一緒にいてくれればいいみたいな、とにかく失いたくないだけみたいな、そういうこう依存心から来るものだったりすると、ちょっと面倒くさいなって話になってしまうんだが、そうではなくて、あなたの生活にプラスアルファのね潤いであるとか、プラスアルファの豊かさであるとか、日常をさらに輝かせていくために何か欠けているものを彼に力になってもらう、そんな考え方で、彼に接してあげていただくと、彼は自分がね役立ってるということを実感する。だからあなたにもっと会いたい、頻繁に一緒にいたい、そう思うようになるという、そんな話でした。さあ、そして6番目はこちらです。はい、まあ、これはもうそのまんまですね。具体的な用事があるから、頻繁に会いたくなる、まあ、会わなきゃいけなくなるという言い方でもいいかもしれません。お二人の関係の中で、まあ、二人でね共通の話題、課題、仕事などがあれば、まあ、それは会わなければいけない。例えば、あなたが上司で彼が部下であると、まあ週に1回ねあなたにハンコをつかなきゃいけないとか、報告書を提出しなければいけないとか、定例のミーティングがありますと、まあ、いうことであれば、それはまあ会いたいか会いたくないかは別にして、それは頻繁に会わなきゃいけないですよねと、まあ、お二人がね、まあ、取引先の関係であれば、まあ、その都度ね打ち合わせをしなければいけないとか、まあ、お二人でご商売やってらっしゃればさ、それはもうね顔を合わせなきゃいけないでしょうよと。ただ逆に言うとね、あなたが具体的に彼と会わなければいけない、彼が会わないとダメだと思われるような用事を作ってしまえば、まあ、彼は必然的にねあなたと会うようになりますよね。まあ、具体的にどんな用事かっていうといろいろあると思います。例えばですよ、まあ、彼が、何かね得意なものがあって、まあ、それはパソコンなのか英語なのか分からんけど、あなたがそれを教えてほしいと、ちょっとギャラ払うから週に1回ね教えてよとかね、まあ、何か2人でね、こういう趣味をやりましょうという話になりました、まあ、その趣味の場所には必ず一緒に行かなければいけないよとかね、まあ、こういう仕事を一緒にやってみませんかというような具体的なアクションとして、こういうものが決まっていますよということがあれば、まあ、それは会うようになりますよね。そして1番目にも言ったようにね、それは習慣化していくと、まあ、結果的にあなたの存在がなければいけないものになっていくと、だからそういう用事とかなしでさ、本当にね純粋に会いたい、純粋にね、一緒にいたいと思ってほしいという気持ちもわからなくはないんだけど、ただ男の人ってどちらかというとね理屈で物事を考えがちだったりもするから、なんで会わなきゃいけないんだろうなっていうふうに考えた時に、あ、こういう理由があるから会わなきゃいけないんだ、じゃあ会おうということで、しかもそれが頻繁に会わなければいけない用事であるならば、それが
頻繁に会うことが彼にとって理にかなっていることだから、まあ、頻繁に会うようになるということなので、あえてね、まあ彼の気持ちがどうであるか、うん、あなたがね、どんなことを彼に期待するかどうかっていうのも横に置いといて、もうとりあえず具体的に会うというような理由付けを、してしまうと、結果的にね、会わざるを得なくなっていく。そこから、2人の関係が深まっていくということも、まあ、十分にありえますよねというそんなお話でした。そして最後7番目はこちらです。はい、まあ、笑顔になれる期待なんですよね。まあ、1番目から6番目までの話もそうだし、まあ、それ以外のことも全部そうなんですけど、なんでその人に会いたいかって言ったらさ、やっぱり自分がね、心地よくなれる、心地よくなれる、気持ちが明るくなれる、それは一重に笑顔になれるからなんですよね。その人と一緒にいると心がほころぶ、気持ちが明るくなって、そして必然的に笑顔が増える、その期待感があるから、じゃあまた彼女に会いたいな、彼女と一緒にいたいな、そんな思いに駆られて、結果的にね、あなたに会いに行くわけじゃないですか。会うたんびにさ、なんかお互い泣いてるとかね、お互いなんかブチ切れてるとか、なんか恨み事つらみ事をさ、お互い言い合ったり物を投げ合ったりするようなところに行きたいかったら行きたくないし、その人と会いたいかったらそれは会いたくないじゃないですか。それは男であれ女であれ同性同士であれね、そう思ってしまう。だからこそ、やはり次会った時にはこういうことをしようね、そんな風に笑顔でね、お別れ際にちゃんとお伝えをして、そして笑顔でお別れをすると、そしてまた次回会う時には彼が笑顔になってくれるような気遣いをこちらの方からね、あらかじめちゃんとしておく。もちろんそれは男性女性ともにですよ。一方がそれを求めるだけだったら単なる都合のいい関係だから、お互いがね、そう思えるような関係づくりが出来上がっていくと、当たり前なんですけど、頻繁にね、会いたいなっていう思うようになりますよね。まあ現実問題としてね、会えるかどうかっていう課題はあると思いますよ。だけども、会いたいと思うお相手ってさ、繰り返し申し上げるように、やっぱりね、自分が笑顔になれる、そして相手も笑顔になってくれている、共にね、笑顔でいる時間が圧倒的に多い、逆に言うと笑顔になれない関係とはまたね、距離を空けたいなとか、ちょっとそろそろ終わりにした方がいいんじゃないかなみたいな風に思ってしまうことがある。特にそれが不倫絡みであればね、なおさらの話、笑顔になれない不倫なんてね、とっととやめちまえみたいな話は、こういう動画の中でもね、ご紹介差し上げたんで、このあたりご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てます。また不倫絡みの動画もね、他にもいくつもご紹介差し上げてるんで、まあ、そちら見ていただければいいんだが、まあでも不倫であろうがなかろうが、まあお仕事の関係だろうが、お友達との関係だろうが、やっぱりこう笑顔になれる期待感があるからこそね、その人と一緒に会いたいと思うという、まあ言われる当たり前の話かもしれませんが、そのあたりをちょっとね、忘れそうであるならば、少し思い出していただくと、彼はあなたに頻繁に会いたくなるという、そんなお話でした。ということで、全7項目ご紹介をさせていただいています。最後の方でもね、ちらっと申し上げたように、会いたいと思ったところでね、実際に会えるかどうかっていうのはさ、まあ、みんな忙しいから、また都合もあるんでね、叶う叶わないっていうのはあるでしょうと。ただやっぱり頻繁に会いたいなと思えるお相手ってさ、大概ね、男性であれ女性であれ、まあ、こういう人だったりもするんじゃないですか。なぜ彼はね、私と会おうとしないのか、そんな時こんなことがね、できていないんじゃないか、こういうところをね、ついついどっかに置き忘れてきてしまっていないか、そんなことをね、思い出していただきたいんです。実際に彼があなたに頻繁に会いに来てくれていた時、その時はね、大概こういうことをやっていたし、こういうことが関係として成立していた、と思うんですよね。そしてそれは逆の立場でも同じであって、あなたもね、頻繁に会いたいなと思う人は大概こういう人で、ちょっと彼とは距離を置きたいなっていう時には、大体ね、こういうことがなくなってきた時だったりするんじゃないでしょうか。ということで、まあちょっとね、彼の気持ちをもうちょっとこっちに向けながら、会う会わない、会いたい、そう思ってくれるかくれないなんていうことを考える時に、まあ、参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。